はい、どんちゃー、ササヤンです。本日のニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は、あのラサール石井が靖国はネトヨのテーマパークだと言ってしまい大炎上しております。いや、やってくれたなと、これマジで一線超えていると思うので、多分もうね、芸能界引退した方がいいってくらいね、向こう側に行っちゃってるので、この辺がっつり削りに行くのと、後半はプーチンもこの度一線を超えてしまいましたね。なんでみんなそんなひょいひょいとね、飛び越えていくんでしょうか。国連トップがキーウに滞在中に、そのキーウにですね、ロケットミサイルをぶち込んじゃったという、もう思いっきり国連を舐めまくってるということね、その辺の詳細をお届けしたいと思います。僕の喋りを聞いて目のつけ方がいいねと思った方は、チャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはラサール石井の問題発言の話題を、日刊現代より見出しがですね、安倍元首相が靖国神社に参拝するなら、沖縄の戦没者のためにも土下座すべきだということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。ウラジミール、君と僕とは同じ未来を見ていると言っていた安倍元総理、プーチンがかけてかけて駆け抜いた挙句、ウクライナまで行ってしまった現在の状況がその未来なのか、だったら今頃恥ずかしくて人前に出られないはずだが、むしろあちらこちらで活発に発言している。うん、左ストの常套手段、安倍のマウンティングって感じでしょうかね。笹谷自身は安倍さんがプーチンに甘い態度を取り続けてきたことに関して真摯に反省すべきだと思いますし、首相在任中にロシアに積極的に投資しようとしていたことについてもですね、おいおいそれ大丈夫かと憂いでおりましたけども、結果はまあご覧の通りということでね。だからそういった件も含めて一度安倍さんは総括してほしいんですけどもね。ただ一方で何かをしようとしてそれが裏目に出るってのはね、これチャレンジした結果なんでね、それをどう取るかっていうのは有権者の判断ですので、変なマウントはおやめくださいと。で、まず耳を疑ったのは、あれほど親密さを強調しながら今回の件で個別に連絡するでもなく、欧米諸国との橋渡し役などすることもなく、プーチン大統領のメンタルは戦国武将のようなもので、織田信長に人権を問うても通用しないと、わけのわからぬ理由で手のひら返しの批判をしたことだ。あ、そうなんですかね。安倍さんの一連の流れを、ね、把握しきれていないのでね、あれなんですけども、信長に例えて人権をプーチンに期待するのは諦め論と言ったんでしょうかね。まあなんとなくね、言わんとすることはわからんでもないですけどもと、とにかくウクライナの紛争に戦争反対を下げるのではなく、逆にこの時とばかりに我が国の軍備増強や防衛費増大を叫ぶ、むしろ武器が売れるぞと喜ぶ死の商人かと見まがうようなはしゃぎっぷりだ。あの、別に安倍さんは戦争しろとは言ってないでしょ。軍備を増強して侵略されない国を作りましょうと言ってるだけじゃないんでしょうかね。それともラサールさんは世界一幸せな国ブータンでも真似しろってことなんでしょうか。もしそうであるならば、その理想は素晴らしいんですけども、残念ながら今のブータンは中国に国境を侵食されつつあり、インドに助けを求めております。軍備を整えないということは、つまりそのような国の餌食になるということを指すんです。ラサール石井も左寄りの連中もですね、みんな一緒なんですけども、批判は王に結構なんですけども、批判と一緒にじゃあどうするかって対案をセットで語ってほしいんですよ。それがいつもないじゃないですか。核兵器使用も辞さないと言ってるプーチン、そしてお隣のね、キム・ジョンも同じこと言ってるわけでしょ。あなた方はじゃあどうすればこの国を守れるのか、ちゃんと答えを出してくださいよと。で、敵基地攻撃能力の議論では、基地だけではなく敵の中枢を攻撃できるようにすべきだなどとのたまう。これは一般的には先制攻撃というのではないか、メンチ切られたからナイフで刺していいって話で、どこが専守防衛なのか。あのラサール石井さんね、あんた悪いこと言わないから、自分の芸名からそのラサールって文字取った方がいいと思いますよ。うん、もうそろそろ取りましょうって、じゃないとラサール学園がかわいそうすぎます。こんな幼稚な話ばっかりしてるとね、ラサールのブランドが傷つきますから。とこの前、日曜報道ザプライムで小野寺議員が発言した内容をちゃんと耳に入れてですね、勉強をもう一度してください。小野寺議員が何を言ったのかというとですよ、戦車対戦車の距離が3キロで向かい合い、相手の戦車が撃ってきたら反撃で撃ち返す、これ当たり前。それから距離が30キロ離れた軍艦が海上自衛隊の船に撃ってきたら、それを反撃で撃ち返す、これも当たり前の話。そして1000キロ離れた相手の大陸から弾道ミサイルが撃ち込まれたら、これも反撃で本来撃ち返す、全部同じ反撃なんですけども、あえて領土に撃ち返すことを今まで政治は判断してこなかった。なぜならば昔はそのような兵器がなかったから。でも今はそういう兵器があるので、だから
法を整備して対抗手段を持たなければいけない。向こうが自分の国土から撃ってきたら日本もそれに応戦して撃ち返す能力が必要ってなことをね言っていたかと思うんですけども、全くもってその通り。そういう当たり前のことを知らないまま敵基地攻撃能力が先制攻撃につながるとか歪曲しちゃってね、もう一体何種類の話をしているのか、ウクライナの惨状を見てもですね、まだ脳内をアップデートできないのかと。さすが演芸に関わる人です。ああ、言っときますけども、演芸というのは演者、芸人の方ではなくですよ、お花畑のお花を育てるそっちの演芸ですけどもねと。で、先日は靖国神社を参拝し、英霊の尊い死のおかげで国は守られていると発言。軍部の独走と見通しの甘い作戦下で兵隊のほとんどが餓死した先の戦争は英霊も民間人も悲運な目にあった。むしろ敵ではなく国に殺されたようなものだ。その死を美化し称えられても彼らは決して嬉しくないはずだ。二度と戦争はごめんだと思っているだろう。うん、まあ、あなたの言うことは間違ってないと思いますよ。激しい上で亡くなられた方、あるいはですね、マラリアにね、他国に行ってマラリアなどにかかって亡くなられた方、それからね、自分の意思とは無関係に駆り出された挙句命を落とした方も大勢いらっしゃったことでしょう。ですから天国から下界を眺めつつですよ、二度と戦争はごめんだとつぶやく英霊がいるっていう発想は、まあ僕もね、同意はしますけども、ただ一方で、そのような命を張って守ってくれたご先祖に対して今を生きる人間が感謝する。これって当たり前のことじゃないですか。なぜそれがわからないんでしょうかねと。で、戦ったのは兵士だけではない。守ったというならまさしく水際で戦い、学生や少年までも駆り出された沖縄の民間人の犠牲こそ本土決戦までの時間稼ぎであったはずだ。安倍元総理もネトヨのテーマパーク靖国神社に行くなら、ちょっとこれは気絶でならないぞ。もう一度言っておきましょうか。安倍元総理もネトヨのテーマパーク靖国神社に行くなら、次の日には沖縄に飛び、戦没者慰霊のあの大量の石碑の前に土下座をして追悼すべきだろう。おしまい。ということで、ラサール七井さんね、あなたに初めに言っておきたいことはですね、靖国神社には沖縄の戦没者も合祀されており、沖縄戦の追悼式も過去に何回かやっております。なので、靖国に行った次の日に沖縄に飛べってのは、ね、かなり強引な話だと思いますし、まあ、100歩譲ってですけれども、次の日沖縄に行ったとしましょうか。で、その石碑の前に立って土下座しろとは一体それどういうことなんでしょうかね。土下座というのは謝罪の際に用いる行為でね、感謝の意や哀悼の意を表す際にやる行為じゃないんですよ。しゃがんで手を合わせる行為と土下座の区別がつかない人ってことなんでしょうかね。ラサールさんはね、なんかもうお里が知れちゃってますよねと。それからもう一つ、こっちは勘違いというか言葉が好きだとかね、そんなもんじゃ収まりませんよ。靖国神社をネトヨのテーマパークと言っちゃう感覚にそら恐ろしいものを感じます。戦没者への哀悼が1ミリも感じられませんよね。左翼を自称する人でさえですね、なかなかここまで表立ってね、靖国神社をバッサリ切る人っていないんじゃないでしょうかね。よく靖国はですね、ネトヨの聖地だとかネトヨの巣窟だって表現はありますけれども、それよりかですね、もう1段か2段上がった、これも完全に侮蔑発言となっております。だってテーマパークってのは基本遊ぶ場所でしょ。靖国はネトヨが遊びに行く場所なんでしょうか。あそこでワイワイガヤガヤと写真でも撮っている風にラサール氏には見えるんでしょうか。確かにゼロ戦だとか榴弾砲だとかね、飾られている場所はありますよ。でもあれは資料館という言い方が適切で、誰もねテーマパークなんて思っちゃいませんよ。あれを見てですよ、ピースサインで写真を撮るだとか大声を出して喋ってるだとか、あるいは境内でポップコーンをね持ち歩きながら食べ歩くだとか、そんなことしてるやつは誰もいません。保守の人だとか右寄りの人たちに対してね、皮肉ってやろうってのは分かるんですけども、言葉のセンスが微塵も感じられません。あなたはもともとコメディアンじゃないですか。恥ずかしくないのかね。靖国神社はネトヨのテーマパークだーって、これ極左にしか受けないでしょ。しかも今ツイッター界隈で大炎上してるんですが、ちょっとくらいですよ、言論左翼方面からですね、よラサールよく言ったってね、声でも上がるのかと思いきや、さにあらず誰も擁護してくれませんいや別の意味でかわいそうになってしまいました。ですからね、ラサールさん、もうそろっとね引退考えた方が僕いいと思いますけどもねと。はい、でお次の話題は、これもまたラサール石井のさらに上を行くとんでもない話を、英国 BBC より見出しがですね、ウクライナ戦争国連事務総長が失敗を認め、キーフをロケット弾が襲うということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。国連のグレテス事務総長は、安保理はウクライナでの戦争を防止または終結させることができなかった、これは大きな失望、フラストレーション、そして怒りの源であると述べた。そしてはっきりと言っておきたいが、この戦争を防ぎ終わらせるために全力を尽くすことができなかったと彼は付け加えた。はいはい、ちょっとストップです。何がはっきり言っておきたいですか。その言葉はこっちのセリフだぞと。こちら側からはっきり言っておきたいことはですよ、
国連常任理事国の5カ国がどんなに横暴を振る舞おうが誰も止めることができないっていうことですよ。こんな馬鹿げた戦争が全会一致で非難もできない、もはや偽善者が集う場所、それが国連のありさまでしょ。自分の無力を棚に上げてよく言うよって思いますけども、とで、15人で構成される国連安保理は世界の平和と安全を確保することを任務としている。しかし2月の侵攻開始以来行動を起こせなかったとしてウクライナ政府を含め批判にさらされてきた。ロシアは5つの常任理事国の1つであり、紛争に関する決議に複数回拒否権を行使している。ごたくは言いませんので、組織が機能しないならもうお金返してください。国連とそれに紐づく PKO の資金、これ全部合計しちゃうとね、年間600億円、日本これ払ってんですよ。それなのに国連は何もできないじゃないですか。それだったら契約不履行ってことね。さっさとそのお金を返してくれよと。で、グレテス事務総長は木曜の夜、ゼレンスキー大統領との共同記者会見で、以前から安保理を批判していた同志にこう言った。私は大統領とウクライナの人々に、我々は決して諦めないというためにここにいると述べた。しかし事務総長は安保理が麻痺している間、国連は他の行動を取っていたことも伝え、自らの組織を擁護した。ちょっと何言ってるかわかんないって、ゼレンスキーが言ったとか言わないとか、いや完全に言ってると思いますけれども、と。で、国連は食料や現金などの支援に取り組んでいると BBC に語った。これに対しゼレンスキー大統領はグレテス事務総長に、ロシアがウクライナで犯した全ての戦争犯罪を直接目撃する機会があったと述べた。そして自国におけるロシアの行為を再びジェノサイドと表現した。まあそう言うでしょうね。だからこの国連事務総長はウクライナとロシアの国境の付近にいてですよ、それを視察して、どのような現場になっているのか視察して、その後その場でハンガーストライキでもやればいいと思うんですよ。そしたらね、何がおかしいか気づくと思いますと。で、そんな中、国連事務総長の訪問中、キーウ中心部のシェフチェンコ地区で2回のミサイル爆発があり、同市長によると3人が負傷し病院に運ばれた。はい、もうプーチン完全に国連を舐め腐っておりますよ。だって事務総長が訪れてるのこれ 100% 分かってるのに、その町にあえてミサイルをぶち込んじゃうとは正気の沙汰とは思えません。こんなことをやってもですよ、常任理事国だけはお咎めなしなんです。もうこれ差別でしょ。そういえばあの人デイビッド K さんでしたっけね、通称国連の方からやってきたね、あの人権がどうのこうの言ってる人、もう国連自体が差別的にその地位を乱用しっぱなしなんですけどもね、そこには注意に行かないのかな、ちょっと意味が分かりませんよと。で、グレテス氏は戦争犯罪を犯したと非難しているいくつかの場所を訪問したが、モスクワはこの非難を否定している。グレテス氏はその光景から自分の家族がどうなるかを想像したと述べ、ウクライナでの戦争を21世紀における不条理と呼んだ。いやだからお前もだよと。国連も不条理の組織ですから、もう国連ビルを移転してね、ニューヨークからマリウポリの方に全部オフィス移しちゃってね、そしたら少しは分かるんじゃないのかな、自分たちがやってることの不条理不合理というものをですよと。で、グレテス氏は数週間に及ぶ激しい砲撃で破壊された都市マリウポリの人々を救うため熱弁を振るった。マリウポリは危険中の危険である、何千人もの市民が救命支援を必要としており、その多くは高齢で医療を必要としていたり移動に制限があったりする。今彼らは目次録からの脱出路を必要としている。おしまい。ということで、最後の締めに目次録からの脱出路、いわゆるこれ人道回廊の必要性を国連事務総長はウクライナの土地で訴えていたわけなんですが、ここで残念なお知らせがございます。今朝のニュースでロシアのラブロフ外相は、人道回廊を開くために誰かがその支援を提供する必要はないと、こういった見解を公表しておりまして、もう完全に国連を舐めております。だってね、国連事務総長の発言の翌日に即座に否定をしてくるわけですからね。いやー、ロシアの発言恐ろしやでございましょう。国連トップがいる場所に堂々とミサイルをぶち込んで、人道回廊も大きなお世話だとか言ってる国に何もペナルティを与えなかったら、今後はテロリストも真似をしていきますよ。なんか気に食わないことがあった時にですね、国連事務総長が滞在している町にミサイルをぶっ放してですよ、後で犯行声明を出す時に、僕らの組織を責めるのはおやめください。だってロシアは事務総長にミサイルをぶっ放した時だってお咎めなんて何もなかったじゃないですかってな感じなんですね。へりくつが未来にまかり通りますからねと。だからこそ今ロシアにきっちりと落とし前をつけなきゃならんのですけれどもって感じで、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこりと謎かけで締めたいと思います。ラサール石井とかけまして、もうそろそろ引退かと解きます。その心は芸能界に赤信号いやしかしラサール氏は本当一線を越えてきたなと思いましたよね。まあどうせコロナ禍の影響でもともとやることがなくなってんでしょうしね。それにラサール氏の YouTube 公式チャンネルを見ても
もうタレントとは思えないくらいかそっておりますんでね、個人的にはだから最後の一花を咲かせる意味で令和あたりからピンクのジャージとか着込んで政界進出なんてやってくれれば真のエンターテイナーだと僕はね思っちゃうんですけれども、ってことで本日も面白かったためだったところですね。チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。